テレツコイエコは、ロシアのアルタイ共和国のアルタイ山脈にある湖。最大水深は325メートルで、世界で25番目に深い。サイアン山脈とサイリゲム山脈が交わるコルブ山とアルティント山の間の海抜434メートル地点に、あり、600メートルから1300メートルの山々に、取り巻かれている。全長は78キロメートル、幅は5キロメートルで、 面積の割に水深がかなり深い。年に約348センチメートルの水位変動があり、6メートルから14メートルの高い透明度を誇る。およそ70本の小川と150本の枯れ川が流入するが、このうち最大の川はチュリシマン川で湖水の半分を運んでくる。湖水は湖からビア川として流れ出し、 途中かトゥニカワと放流して帯川となり海に注ぐ。アルタイ自然保護区、カトゥン自然保護区、ウコク高原生物保護区にそれぞれ指定され、ユネスコの世界遺産にも、アルタイの黄金産地の一部として登録されている。アルタイ保護区、アルタイ共和国ウェブサイト、2007年9月13日時点のオリジナルより、アーカイブ、2007年7月31日閲覧。 アルタイ産地のページ、2008年7月28日へ閲覧。ありがとうございます。